はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちら、じゃーん、ネンドロイドコーデ初音ミクブレスユーコーデになります。はい、前回、こちらの、トマト頭じゃない、ラズベリーコーデのミクちゃんの方、レビューさせていただきました。はい、同時発売だったので、ちょっと、そうですね、どんな感じなのかちょっと細かく見ていきたいと思います。はい、それじゃあ行ってみましょう。はい、バシアとミクチャンネル。はい、これで、コーデのミクちゃんも、めでたく3人目ですね。はい。発売からわずかまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、もう3人集まりました。早いですね。今後もなんか、どんどん出てくるみたいなんで、楽しみですね。はい、じゃあそれじゃあ早速、ブレスユーコーデの外箱の方ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずは正面、初音ミクブレスユーコーデと大きく書かれてますね。はい、で、裏面を見てみると、こんな感じです。はい。集めれば集めるほどコーデの可能性は無限大。こちらのラズベリーイズムコーデのミクちゃんでそれを気づかされました。はい。やっぱり可能性無限大ですね。はい。で、ネンドロイドコーデシリーズは、衣装の交換ができるよと。で、扱いやすい固定ポーズフィギュア、可愛いポーズですぐに飾れちゃうということなんですけども、僕は動く方が好きなんでネンドロイドに期待です。はい。じゃあ早速開けていきたいと思います。はーい。はい、開けると中身はいつも通り、こちらの台座と、それから、コーデの方で、ミクちゃん本体になります。はい、じゃあコーデの本体、コーデのミクちゃん本体見ていきたいと思います。いや、すごいですね。装飾が本当に、作り込まれてるって感じですね。うわー、よくできてますね。髪型なんかも、すごく造形こだわってますよね、これ。うわー。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。まず前髪のこの、パーツですね。花なんですけども、すごく綺麗なパールホワイトで塗られてますね。パールホワイトで塗られてて、でかつちょっとそうですね、ラメが入ってるような感じですね。ちょっとキラキラ輝いてるような感じです。すごいなこれ。はい。で、まあ、顔はいつも通りのミクちゃん、普通のミクちゃんなんですけどね。この服の感じの塗装とかでもね、造形なんかもすごい細かい。すごいな、この後ろのこのよくわかんないビラビラのやつですね。もうバッチリ再現してますね。うわー、細かいなー。まあ、本当に一本ずつ丁寧に作ってるってわけじゃなくて、まあ、切り抜きみたいな感じなんですけどね。厚みも若干ありますので、そこまで薄く作られてってわけでもないんですけどね。はい。もう本当にすごい。再現率高い。これは、そうですね。前回紹介したラズベリーズムコーデよりもすごい出来ですね。うわ、すごいな。ちゃんと塗装なんかもよくできてて、パーツごとにそうですね、作られて、それを組み合わせて作られてるっていうところも見受けられます。はい。で、ニース部分ですね。ニース部分のところも赤と黒の綺麗なグラデーションですね。すごいこれ。再現率が本当にすごい。うわぁ、よくできてるなぁ。これは、ネンドロイドでちょっと出してほしかった感じがしますね。はい。で、肩にちゃんと01と書かれてますね。はい、すごいなぁ。はい。じゃあ早速飾ってみましょう。じゃーん。はい、完成しました。初音ミクブレスユーコーデになります。すごい。とにかく綺麗。うわぁ。はい、まあ、ぐるっと見回してみるとこんな感じで。そうですね、髪の毛の色がちょっと伝わりにくいんですけども、画面上で見ると、本当に綺麗な青色って感じなんですけども、そうですね、ちょっと本当に緑がかった、そうですね、ネンドロイドのミクちゃんの髪の毛と一緒かな。もうちょっと濃い感じかな。そうですね、もうちょっと濃い感じの青が使われてます。はい。でも本当に綺麗ですね。よくできてるわ。はい、まあ、うん。これは、普通に飾っててもいいレベル。造形とかも本当にすごくて、腕のこのリボンのところとか、リボンというか、まあ、布ですね、布の部分も本当に、あ、リボンですね、これリボンなんかもすごくよくできてて、これ、ミクちゃんしてるヘッドホンあれなんですね、ちょっと違う形なんですね。これを初めて知った。うん、でもまあ、その辺の部分もちゃんと細かくよくできてるんで、すごいですね。可動なんですけども、首がちょっと動い、首がこんな感じに動いて、で腰が、動くレベルです。はい、いつも通りのコーデちゃんですね。でもちゃんとこんな感じに角度が付けられるので、これはそうですね、いいコーデちゃんですね。はい、じゃあ、コーデちゃん恒例ですね。今、3人の、ミクちゃんがいますので、そうですね、ちょっとやってみようかと思います。お着替えのお時間です。じゃん。
はい、まずは、ラズベリー ラズベリーイズムコーデとそれからブレスユーコーデのミフちゃん、それぞれ服を取り替えてみました。これいいですね。はい、普通に2人とも似合います。うん、なんだろうこの違和感のなさは派手な装飾があれですかね、そうですね、なんだろう、いい仕事をしてるのかなって感じがしますね。髪の毛ちょっと取り掛かってるはい、まあ、こんな感じですごくいい感じですね。2人ともいい感じで、なんか違和感ほぼほぼないですね。うん、なんだろうこの違和感のなさは。はい、まあこんな感じになります。すごく2人ともいい感じですね。じゃあそうですね、ちょっとこちらの初セミコーデのニクちゃんちょっと変えてみましょうか。じゃじゃん。はい、初セミコーデとブレスユーコーデのミクちゃんの衣装それぞれ取り替えっこしてみました。これもいいですね。ブレスユーコーデのミクちゃんなんでも合うな、すごいこの万能性はい、こんな感じになります。そうですね、初セミコーデのミクちゃんの普通のミクちゃんの頭でもいいんですけども、まあ普通に似合ったりもしますね。はい、裏面見てみるとこんな感じです。すごいなこのミクちゃんは。はい、でも2人ともいい感じで可愛そうですねブレスユーコーデのミクちゃんがすごい。はい、あまり無理ないようにちょっとやってみたんですけども、ちょっと無理があったかなって感じがしますね。初音ミクコーデのミクちゃんの、髪飾りがちょっと使いたかったので前髪を無理やりじゃないんですけどもくっつけたんですけど、ちょっと浮いちゃうんですね。はい、これがちょっと残念だな。でもこういうのもやっぱいいですよね。はい、可愛いかも。表情パーツに関してはですね、普通のネンドロのミクちゃんとも、共有させることができますので、コーデのミクちゃんやはりいい仕事しますね。はい、すごいな。じゃじゃん。はい、最後にネンドロ色のミクちゃんと、コーデのミクちゃんの、表情パーツを、それぞれ変えてみました。どちらも印象やはりガラリと変わりますね。同じ子のはずなのになんかすごく変わりますコーデの方のミクちゃんはなんかすごく可愛らしくなって、でネンドルのミクちゃんの方なんかすごくクールな感じになりましたね。はい、キリッとします。いいかも表情パーツが同じく共有できるっていうのはやっぱりいいことですね。うん、今後のコーデのミクちゃんにも期待です。はいはい、というわけで、ネンドロイドコーデ、初音ミク、ブレスユーコーデの紹介でした。そうですね、非常に、細かくできたコーデちゃんで、これはぜひともそうですね、ネンドロイド、普通のネンドロイド出してほしかったなーっていう感じの子でしたね。はい。まあ、装飾こだわった分、コーデになっちゃったんでしょうけどもね。はい。何にせよ、非常に、よくできてたコーデちゃん、コーデちゃんだったので、すごく気に入りました。はい。表情パーツも、そうですね、ネンドロイドのミクちゃんの方で、共有ができるので、その部分を、気に入りました。はい、とても良かったと思います。10月にもですね、パンプキンコーデのミクちゃんが待ってますので、そちらの方も購入次第、またレビューしたいなと思います。はい。そちらの方も楽しみだね。というわけで、ネンドロイドコーデで初ミク、ブレスユーコーデの紹介でした。紹介したのバッシーと、ミクでした。はい、またねー。またねミクと、バッシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今、パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターをフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バッシーアートミクチャンネルをお願いします。はい。